はい、シューチャンネルのシューです。今日も一日楽しんでいきましょうということで、今日は、朝から雨でなかなかね作業ができなくて、とりあえず採卵、卵だけはね分けました。メダカ親魚の状況ですね、6月一応最後ということでね、記録をつけておこうかと思います。まあ、ぼちぼちですね、素材も揃って、今ね目の前の、ような、状況になってます。まあ、メダカはですね、立ち上げが簡単というか、水を張れるね、ものさえあればすぐに導入できるのでね、ついついねこれだけ、置いてしまってます。まあね、ちょっと雨よけにですね、こういうものも買ってます。あと専門店に行ってですね、詳しいね、管理方法とも聞いてますんで、どうにかね梅雨時期失敗しないようには頑張りたいんですが、欲を言えばですね、これ綺麗に整頓されてるように見えると思うんですけど、なかなか地面が平らじゃないんでね、お金の余裕があってね、ここ借家なんでね、もしね自分の土地だったら綺麗に整地をしてね、まあ、砂利を敷くなりコンクリート、もしくはモルタルをね固めて平らにしたいなとは思うんですけど、また夢のまた夢ですね。そんなお金ないんで、まあ、そんな感じでですね、まあ一応ですね記録取っておこうと思った理由がですね、紹介動画、この動画の、まあ、後とかにですね、日付遡って、まあ、紹介することになると思うんですけど、何分ですね、ちょっと動画のまあ、在庫というか、作ってある動画の本数が多すぎてですね、それをちょっと一気にアップしてしまうとですね、何が何だかね、自分自身もちょっとわからなくなりそうだったので、今現状のね、まあ、保有してる親であるとか、そういうもの色が落ち着いてきたので、今ね、撮影しようと思いました。はい。まあ、そんなこんなで、ぼちぼちなんですけど、今ちょうど夕方でね、水面の映り込みも少なくなるので、よくね、撮影してて、屋外だと皆さん動画でピントが合ってないものを YouTube 内でもよく見ると思うんですけど、あれはですね、最近のカメラの性能が良すぎてですね、映り込んだ雲であるとか、空とか、水面のね、揺らぎっていうんですか、ああいうものに焦点が合ってしまって、視点がね、ピントが合ってしまって、なかなかね、被写体のね、メダカに合わないもんで、撮影するのであればね、今の時間夕方5時、6時過ぎて、ちょっと日が落ちた頃とかですね、あとはまあ、黒いボードを、上にかけながら、あと傘差しながらとかで黒い、そういうもので撮影すると撮影しやすいです。まあ、なかなかですね、こういうことは、あまりね、撮影したことない方はね、わからないかもしれないんですけど、ご自宅のね、まあ、メダカの写真撮るときなんかにも、応用できることなので、試してみてくださいといった感じで、だいぶですね、もう親魚入れて、1ヶ月経つものもいますし、ほんとね、数週間経ってますんでね、色がだいぶ落ち着いてきてます。基本ね、私まだ通販利用してないんですよ。通販やっぱ物見て買えないんでね、ただ結構九州恵まれてて、私が今行ったところはですね、やめのメダカ屋さんと常用の牛島さんのところとか、あとですね、そうですね、フレンドリーの田中さんの魚が置いてあるところであったり、また道の駅、あとですね、朝倉の即売会であったりとか、まあ、あとは、そうですね、筑後メダカさん、太宰府にあります癒し屋吉田さんということで、あとはですね、筑紫か、メダカさんの、まあ、お魚が置いてあるところとほぼ回れるんですよね。で、そこを見てたら、特に朝倉のね、即売会でね、もう、最新品種ってやつですか？もうほぼ網羅してたので、まあ全国そこまでね、歩く必要ないかなと、まあいい時代になりましたね、通販とかネットが発達して。あとあれですね、なんか、お店に来てたお客さんと喋ってたりするとやっぱ取られるみたいですね。うちみたいな、まあ、田舎っつってもね、うちこうやってアパート見ると結構ですね、アパートマンションが多くて監視カメラがあるんでね、今安心してるんですけど、あとここの建物自体が昔有名な人が住んでたんで、監視カメラがですね3つぐらい設置されててですね、
でそれも配線昨日つないでからもう稼働させてるんでね、うちはまあセキュリティ的にはカメラバッチリ撮れちゃうんでいいんですけど、うん、普通の方はそこまでないからね、普通に庭入ってきて撮られるみたいですね。ただ SE ですよね、あの知らない人庭入ってこられるとなんか腹立つしなみたいな気持ち悪いからですね、まあそこだけ、自分嫌だなと思います。まあ自分のところの魚高くても数千円なんでね、そんなねリスクを犯して撮るあれもないと思うんですけど、もしね撮るぐらいだったらね言ってくれたら全然子供ね撮ってから分けるんですけどね、まあ撮る人はまあそういう神経があるのかないのかわからないけど、撮った魚眺めても楽しくねと思うんだけどな俺はっていう感じなんですがね、皆さんねどう思われますか。ちょっとね金魚もねやっぱ撮られたりしたことがねあの周りはあるんでね、ランチューとかですけど、私のジャンボオランダなんてねほんと500円とか1000円で買えちゃうもんなんで、なかなかねそういう被害はあったことないんですけど、まあそんなこんなでですね、楽しくやっております。はい、ということで、まあ映ってる間でも結構綺麗に映ってると思うんですけど、まあここなんか紅ですね、紅、これはですね、まあこちらが発祥ならしいので、紅本場だと思います。こうやってたまに雲が狙ってるんですけど、まだ食べられたことがないです。水雲がいたら嫌ですけど、こっちもジャッジャッ持っとけ本当に、そんな感じですね。あとここなんかは今、隠れてますね。出てくるかな、いたいた。これはね分離したねラメなんですけどね、これもねまたいずれ紹介します。あとここはね、黒み雪、なかなか品質のいい黒み雪で、ねボディしっかり黒くなってます。あとまあ曙の、紅白であったりデメメダカ、まあ白歌舞伎ですね、1、2匹、まあ、歌舞伎って言えるのかなというのがいますね。あとねここ普通のデメメダカにヒレナガの楊貴妃、ヒレナガねこっちが本場なんで結構安く売ってるんですよ。あとここら辺がですね、雷光、雷光だけで2系統ぐらい入れてるかな、3系統かね。あとまあここら辺の、紅竜ってやつ、その紅竜の稚魚なんですけどね、まだ全然赤身出てないです。話によるとなんつうかな、おそらくですねこれ高ペーハーで育てられてて、そのお店では赤いって言ってたんで、私の予想だとペーハー高すぎてな、体表の粘膜が硬化してるんじゃないかな、ね、固まってるんじゃないかなと思うんですよね。だから常に肌荒れを起こしてる状態で赤く見えてるのかなみたいな感じなんですけど、これちょっと実験用にね、使ってます。あとはまあここら辺ですね、非常にねヒレに乗るようなミユキ系の、光の魚であったり、ちょっとね高級な、ラメの入ったメビナ、これが多分うちで一番高いけど、これも何千円なんですよ。であとはですね、ここら辺のちょっと見えないですけどね、これね何やったかな、これ全部これでベニアザミです。ベニアザミ探してた、ベニアザミゲットしたので、それとまあここもね、紅の別品種にこれはクリアブラウンの、ヒレナガであったり、これは F1 系統ですね、ヒレナガ系の。それにまあ、ここら辺が、当天候、したアルビノですか。あとまあ一応これが、多色に大外光が乗るタイプのもの、であったりとかですね。あとはまあ五色のヒレナガの改良中のものであったりですね。ただ五色ね、なんか値段見たらバカ高いですね。私なんか4、5万とかするのも知らなくてね、これね、いただき物なんですけど、まあ、これは五色ではないので、まあ改良中のもの、ヒレナガに改良中のものですからね、価値は私はよくわからんのですけど、古式大して綺麗じゃないと思うんですけどね、どうなんでしょうね、まだ魅力わかってないです。まあ希少性があるだけなのかもしれませんけどね。ちなみにもこれ子供ね、たっぷり取れてますんでね、何腹か取って、ちょっと楽しもうとは思いますけど、まあサイズはいいですね、去年生まれの子なんで。これね、いただき物なんですけど、筑後メダカさんからね、これね、導入しております。まあねこんな感じの魚ですよ。あとはね今日ちょっと採卵したんでね、そこに隠れていじけてますけど、極みのスターダストであったり、極みのブラックのラメであったりですね、まあ、ここなんかもなんかな、
歌舞伎の黒い歌舞伎ですね、まあ、大した歌舞伎じゃないんですよ。歌舞伎も個体差激しすぎて固定率も低いですからね。あとここなんかはですね、やめのメダカ屋さんに無理言ってちょっと分けてもらった、個人的に気に入ってるですね、白身行きのゴールドなんですけど、ちょうど濁ってて見えませんね。魚にはこれぐらいの、グリーンオタが一番いいんですけど、はい。でまあ、こっちがですね、身行きホワイトキング、これなかなか子供ヒレ長なんですけどよく取れるんですよ。綺麗でしょ。でこうずーっとアップしますけどこんな感じ、うん、やっぱ田中さんは見栄えのいい魚作りますね。フレンドリーメダカの田中さんは、この間ちょっとお電話をしてですね、伺っていいということだったので、まあ、家がね、近いのでね、しっかりね魚今度見せてもらおうかと思います。あとまあ夜桜ですか、あとここが何入ってるかちょっと分かりません。でまあここら辺は緑光であったり、これ雷光かな。雷光綺麗でしょ。これね、コロニーメダカさんから入れたんですよ、稚魚の状態で。でもこんな感じ。うちもほら動画だからあんまり色のごまかし効かないでしょ。でそれでこんな感じなんでね、なかなか魅力的だと思います。うん、ここはまだね、採卵っていう形取ってないんですけど、取るときはね親魚をね、ちょっと厳選して11ぐらいのペアで取ってあげようかなと思うんですけどね。こんな感じですよ。あとはここら辺が癒し屋吉田さんに行って一目惚れした、これね上身より横目がいいんですけど、横身の方がね、ね、琥珀のラメですね。こんな感じです。いかがでしょうか。魅力的ですね。うん、好きですよ、私も。はい、で、こっちがですね、これは黄金。黄金を探してたので、ね、黄金の光です。これはまあちょっとあんまり質がそこまであれなんでね、ただヒレにこう色が乗ってる個体もいるのでね、子供の中から今度はより分けたいと思います。はい。で、これがちょっと何気にお気に入りでしっかり子供が生まれてくれるんですけど、これですね、もう分かります。ラメミユキのヒレ長です。うん。もうブリブリ親魚個体。ね、こんなのがたっぷり取ってます。はい、あとね、だから今現状でね、こんだけまだおるけど、うち取れてないのって多分3か4ぐらいで、正確に品種数がどれだけいるかまだね、メモ紙にしてるだけでね数えてないんですよね。まあそれ後ほどまたね、あとここら辺がまあお宝ミックスで体内光であるとかですね、みゆきの黒であったりとか、まあちょっといろいろ光背を使ってます。はい。でこれがね、やめのメダカ屋さんで購入してますね。ラメ3色ということで、まあラメがちょっと弱いですけど、赤は結構綺麗で気に入ってます。こんだけのね水量に4匹しか入れてないんでね、ブリブリ調子いいですね。はい。でまあやめのメダカ屋さん近所なんでね、ちょこちょこ伺うんですけど、そうですね、もうこれもたっぷり子供ね取らしちゃっとったんで、また、月末ですか、来月の7月8月ぐらいには、またね山ほど稚魚の中から選べますんで、皆さんねちょっとね興味のある方行ってみてください。質高いですよ。もう見た感じほらこれでね朱色出とるでしょね。まあいい感じ、やっぱうまいからね、やっぱ11年目って言ってたかな。うん、でね九州のね小宮さんのお弟子さんって自分で言ってたのかな、よくわかんないんですよ、この指定関係とかグループの話になると。私はただまあ小宮さん有名ですもんね、その方の流れを組んでる方なんでね、確実ですので、非常にね、いろいろね教えていただいてね、私の先生みたいな方なんですが、はい。あとはですね、ここがホウオウです。これもさっき卵取ったんですけどね、7匹いて今5、6匹になっちゃいましたね。2匹ちょっと落ちちゃいましたけど、これ鳳凰はねシルバー系とゴールド系がいますんでね、おいおいちょっと分けてあげようかと思います。唯一睡蓮入れてるんですけどね、これは魅力的ですよ。うん、だからうち結構ほら一般種多いでしょう。一般種多いんだけど、結局何してるかっていうとね、遺伝のね、解析というかね、分解をしてるだけなのでね、まあ、こんな感じでね、いつもね、ゆったり楽しんでます。ちょうどね、今雨が止んだんで撮影しやすくてね。で、ここがみゆきのフルボディとか、まあ、鉄仮面とか入れてるところですね。これもね、しっかり卵を産みつけてくれてるんで、おいおいですね、乱舞させてですね、
道行くね幼稚園児に配っちゃろうかと思うんですが、うん、でここら辺が、これも3色なんですけどね、ちょっとラメの強い子たちを、選抜して2本ほどね水槽を開けてます。ここもね、取りたいと思うんですけど、ぼちぼちね数はいけてるんでね、まあいいかなと。でこれが、栗原さんの直径の容器比ですね。もう有名な方ですもんね。大事にね、買ってます。はい、あとここら辺もみゆきですね。みゆきを結構好きなのでね、みゆき系の魚ブリブリいます。あとこれがですね、人によって夜桜と見分けつかないと思うんですけど、黒ラメのみゆきですね。ここからですね、クリアブラウンが出たりね、琥珀が出たりするんですけどね。はい、あともうたっぷり子供取ってます。天山、プロレスラーの天山ね、私一番最初に名前聞いた時思いついたんですけど、これ言いますね。これ非常にいいですよ。これね、光体系の白みゆきなのかな。うん、見栄えも良くて、体型はね、やっぱ崩れそうですけどね、おいおい。ただ、今繁殖力旺盛で、また違う新しいのかね、扱いやすい品種であります。あともうね、何も見えませんけど、これ泳いでるのはオロチね、オロチ。黒系はオロチだけですね、うちは。うんで、まぁ、この子はね、ブラックダイヤとか、ヒレナガサタン、魔王あたりはね、チェックしていこうかと思うんですけど、あとここら辺がですね、青蝶ですか。青蝶。ちょっと雰囲気は、自分が持ってるラメミユキのヒレナガとはちょっと違いますね。ここね、あんまり子供取れない。こうやって今ほら卵見せてもさ、少しでしょう。だからこれはちょっと取れてないね。産卵とか沈めないとちょっと難しいかもしれないんでね。ちょっとね、今度テクを駆使してね、しっかり取ろうと思います。はい、あとまあ、セイガのラメであったり、ここがですね、黒みゆきですか。黒みゆき、ブラックもいるからいろいろね、いるんですけど。で、ここがですね、マリンブルー。あと、メビナの親魚です。これですね、メビナの親魚。いいでしょ、これね。こんな感じ。うん。ほんと、色が綺麗ね、これね。こんな感じですね。ですね。こんな感じ。あと、まあね、皆さんこういうのが好きだろうっていうのでね、お見せするのが、結構ね、色味のいい、こいつ、わかります？ネット上じゃね、こんなん出たら、すごい高く、つけちゃいますけど、これなんじゃない品種なんですよ。うん、実は。でね、自分の見立てが正しければと思ってですね、ちょっとね、いじってみました。で、こんな感じですね。まあ、これも後ほど発表しますけど、まあ、こういう品種もいますよということで、決して高くないですね。本当に数千円するようなものから作るような感じで、こんな感じなので、まあ、こんな感じでね、ぼちぼちやってます。そろそろですね、うちの地域だと、話聞くと、7月中、梅雨明けでもうね、採卵は止めるって、お店の方は言ってたので、うちもね、ちょっとそれに習いたいのかなと思います。大きくなりきらないそうですね。あ、これ全部子供です。はい。まだね、もう一台これのメタルラックを今置いてからね、やってるんで、ケースはいくらあっても足りないんですよ。でね、まあ、予定ではす、うちは、ほら、ビニールハウスあるでしょう。ね。で、ビニールハウスあるからね、そこにね、ちょっと押し込めば成長できるかないかなと思って、目標はね、7だから、8月1ヶ月ずらしぐらいまではね、ちょっと子供取ろうと思うんですけどね、それでまあ、育成して来年にね、ババッとね、充実させたいなと。うん。まあ、スペースだけだったらまだまだあるんで、おそらくですね、本数だけで言ったらね、今あるこの本数の、3倍量ぐらいには、なるかなと思います。はい。で、まあ一応販売は考えてないんですけどね。いずれはちょっと持ちすぎたら外に出さなきゃいけなくなるものも出てくると思いますんで、その時はね、告示しながらちょっとね、やっていきたいと思うんですけど、まあね、お金儲けのためにするわけでもない、完全に趣味なんでね、まあ今こういう状況ということで、気づいたらですね、もう20分ぐらい喋ってました。はい。
よしゃべりますね。母ちゃんからも言われるんですけどね。まあ、しゃべりすぎなんで、まあ、こんな感じでね、楽しんでますということで、まあ、お付き合いね、くださった方ありがとうございます。あとは、まあ、皆さんそのうち欲しいものがあったらね、リクエストしてください。作ります。要は、より赤の濃い、メダカであるとか、まあ、ちょっとね、今市場に出てないようなやつで、ヒレに何色を乗せるだとかですね、ちょっといろいろチャレンジしたいと思いますので、あとですね、まあメダカなんで、冬場、11月ぐらいからみんなお休みすると思うんですけど、うちの場合ですね、この倉庫にですね、まだ70本ぐらい小型水槽眠らせてますんで、まあ、水槽台なんかもね、しっかりがっつり作ってるんですよ。ですから冬の間はですね、冬の間で採卵と育成と、検証結果の研究ということで、また水槽回しますんで、1年間通してね、私の体力が続けば、飽きずにいろいろな情報をね、提供できると思いますので、はい。まあ、こんな感じでマイペースに楽しんでますということなんですが、まあ、もしね、面白いなと思った方は、いいねボタンと、高評価ね、いいねボタンとチャンネル登録お願いしますということで、今日はこれぐらいで終わりたいと思います。まあ、6月最後の親牛の記録ということで、ぼちぼちね、また楽しんでいきましょう。以上、シューチャンネルからでした。どうもどうも、どうも。